逆ピラミッドと石のピラミッドルーブル。逆ピラミッドはフランスのルーブル美術館前にあるショッピングセンターカルーゼルデュルーブルに設置された最高窓である。ルーブルピラミッドの上下を逆さまにして小型化した形状をしている。逆ピラミッドの四角い部分は上側になっているため外から簡単に目にすることができる。設計事務所ペイ・コブフリードパートナーズ社により設計され、 ルーブル美術館の第二期リノベーション時に設置された。完成は1993年である。1995年にはベネディクトス賞の受賞候補となった。逆ピラミッドの設置場所は主要な通路2本の交差部分に位置しており、観光客を美術館の入り口へと導く役割を果たしている。長力30トン、13.3メートル、平方の鉄製の軽損枠と合わせ、 ガラスでできた逆ピラミッドの頂点は床上1.4メートルの中空に位置している。ピラミッドを形成する個々のガラスは厚さが30ミリメートルあり、長さ381ミリメートルのステンレス製の十字に接続されている。火がくれるとサーチライトでライトアップされる。下向きのガラスのピラミッドの直下の床には高さ1メートルほどの小さな石のピラミッドが設置されていて、 上部にある、より大きなピラミッドを映しているかのように見える。それら二つのピラミッドの頂点は、あと少しで触れ合いそうな距離にある。逆ピラミッドの意味について、何人かの作家が解釈している。ありがとうございます。